やっぱり赤城レッドサンズの高橋涼介だったか。そっちは。妙義ナイトキッズの中里武史だ。ゴー！あ、32 GTR。 今の白い FC 高橋涼介じゃねえか。バトルしてんのか。なかなかまともだな。ついていけるぜ、高橋涼介に。アキナのダウンヒルスペシャリストの化けの皮を剥ぐのはこの俺と R32 スカイライン GTR だ。走り屋は車で挑戦されたら受けて立たなきゃいけないんだろ。86、お前は早い。お前なら相手にとって不足はない。ゴー！踏んでも車が乱れない。今までよりもワンテンポ早く踏める。よくわかんねえけど、これはこれでいい感じだぜ。こればっかりは車の性能がどうのこうのって問題じゃねえ。あの野郎、頭のネジが 2,3 個吹っ飛んでやがる。今死んでも開けねえぜ。何？外からだと？はめてんじゃねえぞこのガキや。 RB26 の底力を見せつけてやるぜ。右手とステアリングホイールをガムテープで縛って固定し、その状態でバトル。俺らはガムテープデスマッチって呼んでる。ゴー！ほらほら、もっと走りやがれ。勝負は勝ちゃいいんだよ。どんな手を使ってでもな。